いボールできます。酒井だ、ドリッチのロングボール、振り返した酒井です。寄せに行きます。もうワンツーを狙いました。奪った裏も3人詰め寄っていく。あ、酒井です。いや強いですね、この辺り。そうです、さすがらしいです。ディエゴ・オリベイラ、そして酒井です。分かってるから行きづらいのかもしれないですけどね、まあ、特にこの人とかで、ね、そうですね。いいのが宮城を飛ばした、決定機だ、堀米。酒井が戻ったんですかね、今ね、堀米の、まあ、どれだけこう、まあ、相手に捕まらずに広島に捕まる、センターバックはしっかり ラインコントロールできてましたね。